はいどうも、アキです。伝説竜の足跡、光のところですね。野間さん、周回編成です。はい。これもね、機械竜とか天空竜と同じ闇虫パーティーです。で、天空竜回すのがいいのか、機械竜回すのがいいのかはね、もう本当に好みだと思います。同じことを言ってるんですけどね。天空竜が回復ないから落ち込んくるのをマイナスと取るか、闇が降ってきやすいと取るのか。確かにこうやってね、確かに火も光もなくてフィンが溜まってないみたいな、こういう時も確かにありますけどね。今の珍しいパターンですよ。まあ好みで回ればいいと思います。まあこうやってフィンが2回使えるんでね、今回みたいにクソ枯渇した時でも問題はないんですけどね。はい、で8回9回はアレス半蔵と使って、フィンがあったらフィンまで使ってください。で8、9はスキルで抜きます。で10回は適当に闇ドロップをつなげて終わりです。はい、という感じでね、伝説竜でもプラモラできるので、野間さんぜひぜひ皆さん試してみてください。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。アディオス。